ファイバーマテカリを抑える方法のおすすめを教えてください。お便りありがとうございます。おすすめはこちら、パウダースプレーっていう商品がユニアストリアにはございますので、こちらがおすすめです。こちらを使って、表面こう、ちょっと離れたところからかけてあげると、光沢を抑えてくれる力がありますので、動画っていうのも、他にアップしてますので、よろしければご覧いただけたらと思います。今までの動画で、英語表記が多く分かりづらいものがあったので、ウィッグの名前は日本語表記にしてほしいです。また、モデルさんがつけてるウィッグの色を参考にしているので、色が分かるように表記してほしいです。貴重なご意見ありがとうございます。ありがとうございます。こちらのご意見は今後の動画制作の参考にさせていただきますので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、似た髪型や長さのウィッグを比較した動画が見たいです。またご質問ありがとうございます。また詳しく動画としてアップするので、ちょっとお待ちください。今はちょっと簡単に紹介していきたいなと思います。まずボブの私が今持っているのが天使のホイップカールボブ、あとすみれさんが持っているのが天使のジェラートボブ。パッと見長さも似てるし、ボブだしカールもあるし似てるんですけど、私が持っている天使の、ホイップカールボブはこんな外羽の感じで、毛先外羽になっていて、結構毛先も厚みがある感じかなって思います。ホイップちゃんは下だけくるんとカールだったんですけど、ジェラートボブは結構耳横あたりぐらいからこうふわふわふわっとしたこうウェーブがついてる感じですね。ウェーブ感でいうとこっちの方がなんかこうふんわりした感じ、長さはほとんど一緒なんですけど、ウェーブのかかり方が全然違うって感じですかね。後ろから2つ揃えたらこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。めっちゃこっちの方がふわっとしてます。うん、こっちはもう綺麗に、うん、なんかまとまってますね、こっちの方が。トップカバーのご意見たくさんいただきました。ありがとうございます。簡単に3つ紹介しようと思います。トップカバーについて、あとまず馴染ませ方とヘアアレンジと、あと選び方の3つについてお答えしていこうと思います。トップカバーの馴染ませ方をやっていこうと思います。まあ、大事なところは、まあ、範囲が、まあ、まずカバーできるかもなと思うんですけど、あと長さ、あと私の長さに対してめっちゃ短かったらすごい違和感もあるし、色が、まあ、この色に対して真っ黒とかだと違和感があると思うんで、まあ、そこはまず合わせていただいて、位置が最初ちょっと不安定でちょっと分からへんって時は、こういうふうにクリップを閉じた状態のままの方が、上で乗せた時に開いたまま乗せて動かしたら絡まってしまうんで、閉じたまま乗せた方がおすすめです。僕のつむじ分と私のつむじ分をまず合わせていきます。よいしょ、ここら辺かなと思って、大事なのがブラッシングになるので、ここを片手で押さえてブラッシングしていきます。この時はクリップ止めないんですか？まだです。ここからちょっと移動させる可能性があります。なるほど。で、実はこのなじませがかなり大事で、この時に前髪とかもしっかり一緒になじませてあげると結構これで変わってきます。で、あ、もうちょっと前しようかな、もうちょっと後ろしようかなってここで合わせて、はい、じゃあここからクリップを前から止めていきます。チッて開いて、こう寝かす時に髪の毛すくってパチンって止めます。もし地毛が巻いてたら、それに合わせてここも巻いておけばもっと馴染むかなと思います。で、あのヘアピースでアレンジ。今これここがトップカバーの毛で、ここがエヴァさんの地毛なんですけど、はい、ちゃんと馴染ませてあげて、まあ、例えばここを一緒にこうやってねじったりとか、ねじって、ちょっとだけこうやって。してもらうっていう感じの、こういうアンパックのアレンジとかも簡単にできますし、あとは簡単に、まあ、
一つで結んで、うん、まあ、これもこうやって緩和させて閉じるだけでもいいかなって思います。ってことかも。エカさんの地毛が今出てるので、こう地毛と一緒にトップカバーも馴染ませてアレンジしてもらうといいかなって思います。トップカバーの選び方なんですけども、まあ、年齢とかは特に、ね、関係はないかなと思っていて、種類が大きく分けると、まあ、2つあって、幅で言うと細長い感じのトップカバーピースって言われる大きさ と、 あと範囲が広めのトップカバーワイドっていう、まあ、種類があるので、カバーしたい範囲によってはそういう風に選んでいただいてもいいかなと思います。あとは色ですね。そうですね、色、カラーを合わせることと髪質、そうですね、より自然に見せたいっていう感じだと人毛とか人毛ミックスが入ってるトップカバーなんかおすすめです。あとは、まあ、ちょっと手を加えてカットとかで調節したりとか、まあ、あとアレンジしたりとかするともっと馴染みも良くなるので分かりにくいかなと、自然かなと思います。初のツイッターコラボいかがだったでしょうか。ご質問やご要望など YouTube コメントや Twitter でお気軽にコメントいただけたらと思います。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。